1999年の読売ジャイアンツでは、1999年の読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは、2回目の長島茂雄、監督体制の7年目のシーズンである。このシーズンは、プロ野球体記録となる開幕11連勝で開幕ダッシュに成功した中日を追う展開のシーズンとなった。 チームは4月を9勝を9敗の5分で終えたが、村田真一が横浜戦で死休を受けて離脱。これが影響して5月を9勝14敗で負け越すなど苦しい戦いが続いた。6月7月8月で貯金19を重ねて、中日を猛追して1.5差まで迫ったが、9月14日の名古屋ドームでの中日戦にて高橋義信が守備中に、 ガイアフェンスに激突し鎖骨骨折のアクシデントで離脱。中日に再び突き放されて、あと一歩届かず、シーズンを2位で終えた。戦力としては、ドラフト1ルーキーの上原浩二が20勝を挙げて、新人王を獲得するなど活躍したが、開幕投手を務めた、バルビーのガルベスと前年に2桁勝利を挙げている、斉藤正樹と、 クワトマスミが往年の力を発揮することができなかった。オフには広沢勝美と石井博士郎が対談。本節では前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談本節では本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談。ありがとうございます。